で、ファイヤーこれ取れる？取っちゃっていい？これ大丈夫？大丈夫じゃない！埋まりましたけど。つ消えたらあそこにジャンプしていくとカロンが取れるわけだよね。なんか跳ね返りましたけど。びっくりした。で、これで一回とりあえずここに、バネ消えたんだが。はい、どうも、雑談ゲーマーマリモです。ということで、今回はマリオメーカー2トロールコースプレイ動画やっていきましょうということで、トロールエクストラ3アンノーンテリトリーというこちらのコース遊んでいきたいと思います。朝比奈真冬さんからいただいたコースというかね、コース ID ではなく職人 ID から探させていただきました。3つ目の本気のトロールということで、こちら遊んでいきましょう。修正して遊びやすくしておいたよって言うけど、本当かな？とりあえず長めだっていうことなので頑張っていきましょう。では、遊ぶ。ではまずはいつも通り左に。うん、とりあえず何もなさそう。いやー、でも左上行くか、下行くかですよね。ということで、案外これまずここでいいんじゃないの？あー、道できた。本当にここでいいんじゃないの？じゃあこれでこう叩いたら？では右下は違いそうだっつうことで、とりあえずこっち？こっち上がって、ここ行くしかないよね。これは何も落ちないもんね。オッケーオッケー。じゃあこれ上がりまして、で、次が、これは多分、キノコ出てきて、こっちにはまると思うから、ダッシュして、くそ！では、とりあえず、キノコは流れてくるってことね。ちゃんと下に落ちてくるってことね。オッケー。これで行って、で、こう行って、で、こうしたら右行けると。はいはいはい。で、これで上がります、上がります。なんで道ないの？ああ、なるほどね。これで道が出ると。オッケーオッケーオッケー。P スイッチは来るわけですね。で、ファイヤーこれ取れる？取っちゃっていい？これ大丈夫？大丈夫じゃない！埋まりましたけど。はい、じゃあとりあえずここに関しては上上がっちゃっていいってことでね。これ上上がりまして、で、これでファイヤーが取れると。はい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 。え？大丈夫だよね。これ、この音楽はファイヤーがなかったら取れませんでしたよってそういうことだもんね。で、これでこう行って、カエルいらん、カエルいらんのよ。よし、じゃあこれね、カエル降ってくっから、急いで降りて、急いでファイヤーで溶かして、で、まあ取っちゃってもここでダメージ結局食らうよね。食らうね、危ねえ。危ねえ。あ、で、チビになっちゃったけど大丈夫これ。これ本当に大丈夫？なんかさ、埋まってんだけど、ここ一通なんだけど。よし、じゃあこれでドッスン降ってきて、これで通れますよねっていう。で、デカのまま来ちゃったけど大丈夫かこれ。とりあえずここ入ってみましょう。これで入ったらどうなりますか。あ、結局デカにはなる。 OK 中間で、一応これね、一応これ試そう。中間取れたからなんもねえ。仕掛けさえない。あー、でとりあえずこれで走っちゃっていいわけでね。走ります。はい、 OK。 なんか跳ね返ってきたんだけど。バネ見てなかったわ。で、これ多分ちょっと仕掛け変わると思うんだよな。というわけでこっちは、あ、でも変わんない？ここ。オッケー。あー、オッケーじゃないよ。変わるよね。そうだよね。分かってた。はい、じゃあ叩いて出したら、これでジャンプして取りますと。オッケーオッケー。で、さっきみたいにボンミサやめましょうね。もうね。ここで止まりますと。で、あ、そっか、スターそっち上がっちゃう。そしてスター多分ないとダメよね、これ。あ、でもキノコ、キノコ！オッケー！オッケーオッケーオッケー。キノコでいける。で、これで上がってきます。スター必要ってやっぱり。はい、で、ここで一回止まる。で、スター取る。で、これで上がる。上がる。死にます。あー、なるほど。これ、砲台降ってこないようにできるわけ。なるほどね。はいはいはい。で、これ通れました。ここはね、多分ね、スター切れたから行った方がいいと思うんですよ。というわけで、スター切れたら行きましょう。これで、はいはいはい。左。うん、あさて、扉入った後ね、何をすればいいか分かんなくて固まってしまったけどね、とりあえず動こう。とりあえず左上行けたから、左上に行ってみます。左上、はい。何もない。はい、じゃあ今度右、右行ってみる。右。これでこうする。オッケーオッケー。オッケーオッケー、本当に。本当にオッケー、これ。なっ！ああ、まあまあまあ、ダメージ食らったけど、生きてる生きてる。オッケーオッケー。ごめん、オッケーじゃねえわ。すでに埋まってますね、畜生め。
はい、じゃあとりあえずこれで叩いて左側の2捕まってで行きましょうということですね。こうやって、はいはい、これで OK、 これでダメージ食らって上に上がれるよと。でこれはこれ本当に叩いていい、これ、あ、 OK、 何もない。あー、でここ青リフトの上もありますね。案外青リフトの上でいいんじゃないかな。ノー、はい、じゃあ戻ってきましたよってことで、これとりあえずこっち、あぶねー、もう一回で、なんかあれだな、クリボーの下なんかあるような。というわけでこれ気をつけましょうね、これ気をつけましょうね。はい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 、運ばれちゃったらダメじゃねー靴運ばれちゃったらダメじゃねーこれ。じゃあとりあえず手順考えまして、これで一回靴は取るじゃん。でこれでこうやって奥手、 OKOKOK でこれでダメージ食らってで右行けますと。土管入った先は何でしょうね、土管入った先はすぐ飛んじゃって OK 違うね。はい、じゃあとりあえずここは靴が一回消えるまで待ちましょうだね。あ、カロン出てきた。これで待ってて靴消えるじゃん、靴消えたらあそこにジャンプしていくとカロンが取れるわけだよね。なんか跳ね返りましたけどはい、じゃあとりあえずあのカロンのところにバネあるから、まあバネ当たってもジャンプすれば大丈夫だね。とりあえずジャンプするぐらいのつもりいいよ。これで行って、なんでこうなんの、あのマジでカロンのさところにスポッてはまるつもりだったんだけどさ、失敗した上にあの右側のところにトゲあるなんて思わないじゃん。まずこれ入ってしっかりで、これ乗って、はいはい、これで OK だよね。でこれダメージ食らって中間取れます、ナイス。ではこのまま進んでみましょう。これ進んだ結果とりあえずファイヤー取って、はいはい、これでいいじゃね、これでいいじゃない、あぶねえな。はいはいはい、木の葉を急いで取っちゃわないように気をつけるというところだったので、でこれで進んでって道ねえじゃんよし、ではとりあえずこれはいいとして、これでこうやったらなんか出てくる。あー、ボムね、オッケーオッケーオッケー、はい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 、でこれでこういって倒しちゃった。あー、これチビになってこないとダメか、はいはいはい、これでやってチビになって倒してきたわ。でも案外いいのかな、そうすると。でここは、おっぶあっぶねえ、これあ、キノコ、はいはいはい、あ、じゃあとりあえずキノコは必要だとして、これって持てるの、あ、おー、危ねえ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 、なるほどね、そういうことね、びっくりした。でこれで一回とりあえずここに、バネ消えたんだがはいはい、こんな感じにしまして、でここでまずキノコを叩きます。でこれでバネ乗ってジャンプしながら取る、 OK でこれで進めるはずだよ。これで進んだ先キノコいらんでとか言ったらちょっと泣くけどね、いらないね。はい、じゃあキノコいらないそうなんで、このまま上がります。このまま上がって入ります。入って右押しときます。右押しとけばこれ大丈夫。これで、行きまして、上のさ、カロンどっかにあるってことだよね、これ。このつららんとこにあったりとかするわけではない。でもとりあえず叩いてみるか。叩いてみて、はいはいはい。取れるよね。オッケーオッケー、いけるよね。いけないねよし、じゃあこれでこの辺歩けるってことね、オッケーオッケー、でジャンプして、なにで、こここうでいい、オッケー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 、びっくりした。でこれでいけるよね、やっぱそういうことだよね、こうやって歩けんだもんね。でここでパウ乗ってのジャンプすればオッケーってことだもんね。入ります、入ったら何がありますか、入ったらこれとりあえず一回上がって、これ叩いてった方がいい気がしたんだけど、どうだろう、叩けます。あ、炎になっちゃった。てかカロンいらないって書いてあったね、何なんだろう。でこれはさ、さすがに下の扉は違うだろう。というわけでこっち行きます。でこれでこう行って、うーん、え、こんな倒し方あり、あ、てかここ道ね、今気づいた、ここ、あ、でもここなんか風で飛んじゃったなんか埋まったんですけどえ、さっき通れたじゃん、なんでなんでダメになったの今回
とりあえずじゃあこれさっきのこの炎ってなんかそのスイッチの作動とかに関係してんのかな。これで行ってみて、あでもなんかこれ取れたな、よくわかんないな。でだ、改めてこれこっから先どうするかって話なんです。てか多分カノン本当は持てなかったんじゃないかってちょっと思っちゃうんだけど、これどうなんでしょうね。三宝を倒して右の方にそのまま行けるかどうかだな。よし、じゃあこれ三宝倒すつもりでいきましょう。これをまずこうして、違うな、ちょっと待ってちょっと待って、怖いぞ。オッケーオッケーオッケーじゃない、オッケーじゃない、あでもなんかいけた、オッケーオッケーオッケー。な今逃げちゃったけどさ、これさバネ必要なんじゃないのこの先どうなのこれ。あでもいけそう、いけそうだね、いけそうですね。あでキノコも取れるねこれ。ここかよキノコいやでもまだわかんないぞ、まだわかんないぞこれ。これをでも3歩倒せるこれですよね。さっきみたいにカノンあればねまたちょっと違ったけど、これどうしようなんかパワー持ってきちゃったけど、はい、ここでキノコは取れるわけですね。キノコがここで上がってくると、はいはいはい、取れました。で結局こいつはあれか、こうしなきゃいけないってことかな。ほ、オッケーオッケー、これどう、これでどうで、まあ結局こうやっていくじゃん。なんか抜けたんですけどじゃあこれとりあえずさ、やっぱキノコいらないってことじゃない。キノコいるあるとあそこのつられたぶん当たっちゃうんだよ。でキノコなければ当たんないわけじゃなかったわはい、じゃあここはねもう跳ねちゃうので、もうむしろダメージ食らってこうやって捕まってこうやって上がってけってことだね。はい入れる、 P スイッチ作動しました。でこれでゴールか、これでゴールだといいな。中間じゃねえか。え、ちょっと待って、ここに戻ってくるんでしょ、もしかしてこの下ゴールだったとかない、俺これ避けて無駄に死んだとかない今。よし、じゃあこの扉入ったらとりあえずもうそのまま真下まで降りていけ、真下まで降りてったらゴールじゃー、本当にゴールだったなんで避けてしょうだねーっていういや無駄に回避して無駄にしんどるやんけ。はい、というわけで以上で、トロールエクスタ3アンノウンテリトリーというコースでした。 V2 ってなってましたが、ちょっとまたガタっていうかご利用しちゃったとこあったけど、あれ大丈夫あれただの俺のご利用しなのか、それともガバなのかちょっと真冬さん見たらコメントよろしくねあと最後の本当に無駄死にをやってしまいました、ルイージごめん。はい、というわけで今回のトロール動画は以上となります。皆様楽しかったと感じていただけたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次回の動画や配信でお会いしましょう。お疲れ様でした。またね。